カリフォルニアダウンは2015年にアメリカ合衆国で公開されたパニック映画。監督はキャッツドッグス地球最大の肉球大戦争のブラッド・ペイトン。主演はドーエイン・ジョンソンが務める。現代のサンアンドレアスはカリフォルニア州ほぼ全域を南北に縦走するサンアンドレアス断層を指している。例はロサンゼルス消防局の腕利きレス級隊員。 ヘリコプターを駆使して救助活動を繰り広げている。娘のブレイクとの仲は良好だが、妻エマとは離婚協議中だった。妻、エマの現在の恋人は大手建設会社を経営するリディックだ。娘のブレイクはサンフランシスコのリディックの会社で面接に来たベンと少年オリーの兄弟と知り合った。カリフォルニア州を巨大地震が襲い、エマは ロサンゼルスの超高層ビルに閉じ込められた。ヘリコプターで急行し、妻を救助する例。サンフランシスコではブレイクがリリックの会社の地下駐車場で同じ地震に遭遇していた。動けないブレイクを一人残して逃げるリリック。ブレイクはベント・オリーの兄弟に助けられ、父親霊に救助を求めた。度重なる余震で壊滅していくサンフランシスコ。 レイはエマを乗せたままヘリコプターで救助に向かったが、ヘリは途中で墜落してしまった。辛くも脱出したレイたちは、車やセスナ機を乗り継いで、サンフランシスコに向かった。地震予知を研究するカリフォルニア工科大学のヘイズ教授は、さらなる巨大地震の発生を警告した。観測史上最大の地震が発生し、サンフランシスコは、巨大津波に襲われ、ブレークや、 ベンたちが避難したビルの中まで水が押し寄せた。小型船で救助に向かったレートエマは、ま一発で、ブレイクたちを見つけ出すのだった。カッコ内は日本語吹き替え2011年12月1日、ニューラインシネマが、ジェレミー・パスモアとアンドレ・ファブリツヨが執筆した脚本を映画化しようとしていると報じられた。アラン・ローブが、脚本の修正を行った後、 フリンピクチャーカンパニーの代表であるボーフリンが制作費として1億ドルを出資した。2012年6月5日、ブラッド・ペイトンが本作の監督に決まった。同年7月18日、ニューライン・シネマはカールトン・キューズに脚本の再修正を依頼した。2013年7月18日、制作サイドがチャド・ヘイズとケイリー・ヘイズが3度目の脚本修正を 行うと発表した。2013年10月14日、ドーイン・ジョンソンが主演を務めることが報じられた。最終的に、ニューライン・シネマ、フリン・ピクチャー・カンパニー、ビレッジ・ロード・ショー・ピクチャーズの3社が共同で本作を制作することとなった。撮影風景2013年12月17日、本作の撮影が2014年4月から、 オーストラリア・クイーンズランド州ゴールドコーストにあるビレッジロードショースタジオで行われると報じられた。また、イップスウィッチとブリスベンでも撮影が行われることが決まっていた。2014年3月20日、キング・オブ・エジプトの撮影が終わり、次第すぐに本作の撮影が開始されると報じられた。2014年4月16日、ドーエイン・ジョンソンはツイッターに、 撮影のためにトレーニングをする自身の画像をアップロードした。2014年4月22日、オーストラリア、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ベイカーズフィールドで本作の撮影が始まった。同年5月12日、ブリズベンの西に位置するロッキャーバレーでの撮影が行われた。17日、ベイカーズフィールドにてヘリコプターを用いた撮影が行われた。 6月22日、ブリズベンのエリザベス通りで地震のシーンが撮影された。7月27日、すべてのシーンの撮影が終了した。2014年7月24日、アンドリュー・ロッキングトンが本作で使用される楽曲を作曲すると報じられた。2014年3月17日、レイを演じるドウェイン・ジョンソンの写真が公開された。同年12月9日、 本作のファーストトレーラーが公開された。2015年3月9日には、セカンドトレーラーが公開された。2013年12月5日、ワーナーブラザースは本作を2015年6月5日に、北米で 2D と 3D の両方で公開すると発表した。同年10月21日、ワーナーは本作の北米公開日を1週間前倒しして、 2015年5月29日に変更した。日本では当初2015年5月30日より公開予定であったが2015年4月に一旦延期され2015年7月に2015年9月12日の公開が発表された。ワーナーエンタテインメントジャパンは延期時に具体的な理由を明かさなかったが一部の映画ライターからは 約4年前に発生した東日本大震災の影響があるのではとの見解も示された。7月の公開日変更後の宣伝ポスター、予告編、公式ウェブサイトでは地震、津波の描写ついての注意喚起が表記された。本作は賛否両論となっている。映画批評集積サイトのロッテントマトズには35件のレビューがあり、批評化支持率は50%。 平均点は10点満点で5.2点となっている。サイト側による批評家の意見の要約は、カリフォルニアダウンは出演者と特殊効果が素晴らしい映画だ。しかし、感覚が麻痺するような破壊の中で登場人物とストーリーが練り上げられたものではないことが分かってしまう。となる。また、メタクレティックには15件のレビューがあり、過重平均値は44、100となっている。 ありがとうございます。